今週も始まりましたビジネスフラッシュ松木康太郎ですよろしくお願いしますさあ突然なんですが2人は居酒屋さんとこ行きますか行きますよね焼き鳥とかそうなんです。焼き鳥とか知能さんはどうか僕はそうです最近はあの串焼き屋さんとかって結構駅前とかで出来てるじゃないですかありますねあれ安いし美味しいですよねお腹もたっぷりになるしね串焼きの中でも何が好きですか ちょっと待ってメバーだろう、つく、うんえー、だろう、<laughs> えー、叩きあたたきじゃないよ、<laughs> 叩きはさすがに、手ばだろう、あ,<ー>あまあ、いいや、今回ご紹介する企業さんなんですが、うん、社員全員若くて元気なこちらの企業さんですどうぞ。やっぱり江川ー元気でいるとですねチャンスってまた来るもんですよねと思います。可愛いですね。<laughs> ドリーマーズ株式会社代表中村雅俊さんドリーマーズ株式会社は千葉県を中心に串屋横丁、小松屋、唐獅子屋など20店舗以上の飲食店を展開している企業です創業して丸7年で20店舗以上を出店し新鮮で美味しいお肉を追求するため養豚場と2つの工場を作り自社流通網を整備 珍しくて豊富なメニューを展開するなどものすごい勢いで変化し成長していますそこで今回は中村雅俊さんにお越しいただき飲食店への思いをお話ししていただきますではよろしくお願いいたします。 えー、ドリーマーズ株式会社の中村社長ということでお話を伺うわけですが、はいはい、いや今日お土産ないんですか、はい、<laughs> いやーすいません <laughs> <laughs> 食べたいない召し上がっていただいてるみたいで行ったことあるんですよ僕先ほど社長にちょっとお話を聞きましたらあのその店舗に僕行ってるんですね <laughs> 美味しかったですよなじみのお店、はい、ですごく賑やかな えー、あの従業員の方が明るくてですね、えー、すごくいい印象を持ってるお店でしたけどああ今日はないいですぜひこの後行ってくださ普通フランチャイズのチェーンで、はい、まあ焼き鳥だとかそういうお肉のお店ったくさんありますけれども、はい、自社で農場ですか、はい、持っててさらにその加工工場も持ってるっていうのは非常に珍しいと思うんですが。はいはい えー、串焼きに関してはですね非常にまあ珍しいと思いますで特にほとんどのチェーン店ではですね店内で、えー、肉を切って刺してやってますので、あのーまあ、非常にまあ大変なんですけどもご商売がですね、はい、うちの,あの FC のオーナーさんはですねもう毎日毎日新鮮な串がですね刺さった状態でうちの自社便で配送で届けられますので。 ほとんど仕込みがゼロですね工場で全て串間させした状態で配送するとそれも新鮮だからすぐできるということですねじゃあどんな方でも、はい、まあこのフランチャイズに参加したいっていう方はう、ね <laughs> はい、もう本当に手軽にいろいろ指導していただけるという、ね、ことも一つポイントなんですね。はい あの会社作りまして当初3年間はですね4年目からですね募集をいったん止めまして、はいえー、もっともっとまあ内容よくしていこうと、うん、あので相当この、えー、募集止めてる期間でですね、はい、お店もよくなりましてメニューもパワーアップしまして、うん、その間に工場を作ったり養豚場を始めたりとかやってきたんですね。 で今年からまた再度、えー、亀盟店さん募集していこうというところなんですね、うん。それはやはり社長自身がこのまま展開していってもよくないということにいったん止められたわけですか、はい、そうですねもう僕自身のお肉大好きなものですから、うん、お肉とお酒大好きなものですからやはりまあやるからにはおいしい串をですね、うん おいしくてなおかつやっぱり、まあ、なかなか食べられない珍しい串なんかもいっぱいあるんですね<ー>それはやっぱり豚丸々一頭を扱うからですね、えー、手に入る部位もありますので。 僕はねもう豚の焼いたの大好きですから鶏もいいんですけど豚はもう軟骨とかね珍しい部位って言われるとまたそういう興味引きますよね豚のほっぺなんか最高ですよあっほっぺですかほほ肉って言いましてもうシコシコでものすごくおいしいんですねこんなのもうちなんかでは手に入りますしうわ あとハラミの一本焼きっていまして豚のハラミ一本丸々焼いちゃうんですねこれもジューシーでものすごいですハラミっていうとこのラのとこですね脂のとこですね内側ですね側あちょうどいいとこだおいしいななかなかでも手に入んないですよね入んないですよありますね牛のハラミっていうのはね食べたことありますけど豚のその部位っていうのはなかなか食べられないですからね内臓系も非常にやっぱり新鮮なものが入りますのでうちは鶏も豚もありますけども 串焼きが全部で50から60種類あるんですねその中で一番売れてるメニューこれまではねぎまだったんです鶏のねぎま鶏のねぎま過去10年間1位だったものがですねねぎまが2位になっちゃったんです1位がですねスーパーホルモンロールといいましの豚のですねもう一番おいしい油をですねまたホルモンで巻いてひと手間かけて焼く串なんですがすごい人気あるんですねあれ あそこのお店ありますあありますありますありますなんか僕、えー、勧められて、えー すごく脂っぽさと、そのシコシコ感とそうですそうです、両方あるんですよ食べたことあるんじゃないですかもしかして赤たレで召し上がってませんか赤いタレでちょっとピリ辛のタレが大人気なんです僕は今日食べる方の話しますねなるほどそんなちょっと珍しいと言いますかまあ社長のこだわりのフランチャイズ展開なんですがそもそもこういったお仕事を始めようと思われたきっかけはどこなんでしょうきっかけですかはい。 大阪の調理師学校に行ったんでですねでそこを卒業しまして、うん、西麻布でイタリアレストランに就職したんですね、はい、1>, これ1年間やりまして辞、えー、めた後にですね、えー、ドトルコーヒーに入りまして<ー>4年間コーヒーのカップテイスターとしてですね<ー>もうずっとコーヒーまみれになってやってたんです。はい、はい でその時の当時の社長のお話にですね非常に感銘を受けまして、うん、かっこいいなと、うん、でやっぱり自分も将来会社経営したいなと思いまして、うんえー、最初に作った会社がインターネットの会社を作りました、うんえー、でインターネットの会社を渋谷で起こしまして、はい、当時あの、えー、ビットバレーって言われた頃ですね、うんうん で5年間途中非常にまあ遊びすぎるぐらい遊びまして、はい、え結果的に最後ですね、えー、ちょっと大きな事業に手を出しちゃいまして、はい、えまあ廃業しちゃったんですね<ー>でその時にですね借金が4000万あったんですけども、はい、え返していこうと、えー、思ったんですねで会社は閉めました、えー、全部整理しても4000万の借金が残りました、えーえー で会社閉めちゃってるわけですか仕事ないわけですよね。そうですね。次何とか稼がないと会社ない。そうですね。編成もありますし、どうしようというふうにそこで考えたのがですね、えー、ペドトルコーヒーのモデルですね。はい、当時今はまあ200円ぐらいですけども、当時150円でですね、都心の一等地で一等地で150円でコーヒー飲めるって素晴らしいことだと思うんですよね。で,うん、で、もうほぼ街行く人全員がターゲットじゃないですか。はい すすごい商売だなと考えたんで昼間ですね街中で松木さんがですね僕の先輩だとします学生時代の街中で会って「お先輩お久しぶりですちょっとコーヒーでも飲みましょうか」とドトル貼るじゃないですか夜でしたら時間もあれば一杯やろうかってなるじゃないですかその時に昼間はドトルコーヒー夜は焼き鳥屋さんだろうと。 それで焼き鳥屋さんをねやろうと思ったのがきっかけなんです<ー>、えー、で同じようにですねドトールコーヒーのモデルすばらしい、えー、モデルだと思ってましたのでやっぱり FC 展開していこうと 1>、うん、で1杯150円のコーヒーであんだけ大きくなったんだから 1>,、はい、1本100円で、えーはい、大きくしようとで名前がですね、はい、ドトールの、えー、D から始めて、はい、それでド,ドリーマーズということでですね<ー> <laughs> そういう名前のですね えーまあ、つけたきっかけけたなんですけどもいや苦しいその時期にいやこれはもう諦めんぞと、えー、その気持ちがもう今のパワーなんでしょうね <laughs> どうでしょうか、ね、どうですか <laughs>、えー、そうですねその時はその当時はとやっぱりその言うに言えないご苦労もあったと思いますけどもあのでも何でしょう4,000万ですから4億、うんえー、だったら考えますよね 当時32歳ですから4億の借金だったらこれ破産かなと思うんですけど4,000万ですから破産しちゃったらまた次の商売するのもやっぱり非常に負担えやっぱりマイナスになりますしでまあうまい具合にですね1号店開店して当初はあ,のあるチェーンに加盟したんですいきなりやっぱりできなかったものですからそれを焼き鳥のチェーンの一員としてまず経験を積まれた加盟店として加盟しまして。 でもう開店して初月から非常にまあお客様で繁盛しましてで5年ぐらいで、えー、2年間加盟,加盟店としてやりまして3年目に今の串屋横丁というです、ねえー、お店を1号店作りましてでトータルでまあ5年ぐらいで4,000万返せたんですね<の>焼き鳥焼いたおかげでありがとうございます。 考えようかな。え <laughs> え、借金あるんですか。いやいやいや。<laughs> F. C. に加盟するために必要なものって何なんでしょう。はい、ええー、まあ、少々のお金だと思う。やる気と元気と笑顔ですねお。お金はないですけど、やる気と元気です。<笑><笑> <laughs> ぜひ、お金も用意していただければ。<laughs> 中村さんがそのチェーン展開をしていく上で。はい。マ、まあ、ドリーマーズのそのお店、チェーンに対して。はいえー、どういうところを気遣ってらっしゃいます。ええと、一番大事なのはですね。やはり、まあ。あのー。 焼き鳥にしてもビールにしてもコンビニで買った方が安いじゃないですか。安いのはそうですね。安いですよね。うん、なぜお店に来てくれるかって考えると別に食べたいんじゃないんですよね。お酒飲みたいだけじゃないんですよね。やっぱりお店でないと味わえない雰囲気とか楽しさとかあるじゃないですか。あります。ですから、うん、でも,もっと別の楽しさがないとお店に来る理由がないんですよね。ですからやっぱり人の魅力であり楽しさでありそのためには。 お店のスタッフがですね全員が生き生きと元気で楽しく「ああ松木さんいらっしゃいませ」とこんやってやっいしないとダメなんですよねやっぱりその行く価値観っていうものをすごく感じましたね僕も一度お邪魔しましたけども雰囲気とあとは何かこう一体感とやっぱり一体感いいですよねいやいいですよね今年のののうち会社キーーワドが一体感なんでも社長のお話をお聞きしてますとやっぱりそこかなって思いますよね元気も。 本当に感じますし、パワーも感じますし、そしてその一体感を大事にされてるなというのがね、もう手に取るようにわかりますから。ありがとうございます。その通りだと思いますね。いやあ、なんかもう今すぐ行きたくなりましたね。え、もう今日このままこのまま行きますか。はい。じゃあこれで終わりたい。あ、まあそうやってチェーン展開をされて、まあ多分ご苦労もかなりあると思うんですが、え、今までで一番 苦労したことはつらかったなって思うことがあれば教えてください。一番一番苦労したこと、はい、一番苦労したこと、今の会社ではほとんどないんですよ。<ー>もう楽しくやってますし、えー、社員にもアルバイトさんにも恵まれ恵まれてますので、た、え、だ、ー、僕の人生の中で一番苦労したなというのはですね、えー、やっぱり前の会社を、えー、廃業した時ですかね。あのが一番。ただそれでもですね、当時、えー、周りの 友達だったりとか、えー、には全く気づかれてなかったですね。あ,あ、そうですこの調子で笑顔で元気に<ー>えやってましたんで、やっぱり笑顔で元気でいるとですね、うん、チャンスってまた来るもんですよね。学んでたはいいですね。<laughs> そうですね。はい。 だこんな中村さんだからこそスタッフの方もみんなついてこられて今多分みんな一生懸命幸せで毎日仕事をしていらっしゃると思うんですけどもそうですね幸せを夢見る夢見れる幸せを感じてますねなるほど、えーまあ,あ<の>重いな今の言葉そうですか重いですね今の社長のもう一年の話を聞いた後に今の一言はもうずっしっときますんでねいや素晴らしいと思いますね 最後に中間さんからえ何か伝えたいことそういったことがあれば教えてください、はいえー、と一番やっぱり伝えたいことはですねえ何でしょうか仕事とか人生とかいろんなまあ大きいこともありますけども今自分で取り組んでいるこの居酒屋えという業界の素晴らしさですねこれを身をもって今感じてるんですね、うん。うん 12年前の今頃はですね借金4,000万ありまして明日の収入もないでまた来月からどうしたらいいか全く予定もないえどうしようというふうにえ一時は途方に暮れていたえ当時32歳の男だったんですねえ居酒屋という業界を選んで一生懸命頑張ったおかげでですねえ今こうしてえお店が23店舗になり養豚場があり工場がありえまだまだま 今年ですね出店の予定もありますしえこうして走っていけるというのはですねやはりまあ居酒屋という業界にえやっぱり恩を感じてるんですねお客様にもそうですけどもこの業界をもっともっと日本でえ発展させていきたいと思っておりますしあのこんなことが今僕からのですねもうメッセージとしてですねこれから居酒屋を志そうという方がもしいらっしゃるんであれば是非<ー>、まあ、中野さんもしゃいません、ね スタッフの方も幸れません。はい、あとお客様も知れませんし。はい、ありがとうございます。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。うしたどうも。舞浜リゾート一望。スパホテル舞浜ユーラシア。眺望が自慢の、遊べる楽しいリゾートホテル。それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで、心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。 お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパホテル舞浜ユーラシア。詳しくはウェブで。さて、えー、続いてご紹介する企業さんなんですが。松さんなんか、そう、投資ってやってます。いや、あのー、あんまりやってないんですけど、興味あります。うん はい、資産は有効に活用しないといけないですよね。そうですね。で<も>、本社は。全然やってません。どうやって言えばよかったかな。<laughs> <laughs> いろいろ投資をしようと思っても、まあ、どこに何をとか何がいいのかってなかなかいかいですすよねねが高い感じがしまそこでですね今回ご紹介する企業さんは不動産の売買ですとか、うん、それから不動産の投資仲介あと建築工事の企画設計管理と、まあ、不動産の投資を幅広く行っているというこちらの企業さんです。はい、どううぞやっぱりあのお客様がいいと思うこと思こ、ええ それを提供したいと思いますねウィングトラスト株式会社代表田中伊勢子さんウィングトラスト株式会社は共存共栄という基本理念をもとに独自のサービス不動産オーナーズクラブを誕生させましたお客様一人一人が共同所有者となり運営管理会社への賃貸業を行うことをシステム化し より多くのお客様へ安全かつ安定した資産管理を提供しています本日は田中さんご自身が若い時にこういう投資があったらいいなという思いを実現した独自のサービスについてお話ししていただきますそれではよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、ウィングトラスト株式会社の田中伊勢子社長お話を伺いますが、はい、実際にそのオーナーさんが、はい 土地のというか、不動産の所有者になるということです、ね。そうです。あと土地と建物ですね。んはい。はい。だ、だそこに関わるということです、ね。そうですね。はい。大屋さんですね。要するにね。それを我が社が、あの借りるんですね。今度。借りる形で、賃貸であの。家賃を支払いするわけなんです。はい。はい。そういう形をしますと、やっぱり不動産を持っていて、面倒な、あの運営管理は、あのしなくていいと。 その間の管理一切はウィングトラストさんが全部、はいはい、我が社の方でやります、はい<ー>えー、あの修繕ももちろん我が社の方でやります、うん、通常のその不動産登記ですと、はい、いわゆる賃料という形で入っていきますけれども今回のそのおーオーナーさんの出資に関しては、はいえー、売上からの分配という形になるんですかあの賃料ですそうなんですか、はいはい あの一口百万円ですので、一口に対して八万四百円っていう賃料です。固定料金固定です。もうずっと固定です。そうすると変動はありませんので、売上がないからといって家賃がなくなるわけじゃないんです。閑散期といいますか、そのあまりお客さんが入らない時期でもちゃんと保い安定ですね。安定ですよね。で売りっぱなしではないんですね。すべてその物件が一棟ありましたら全部それを 売ってしまうんじゃないんですね。あのウイングトラストで三十口持つんです。ウイングトラストも大家大家さんになるわけです。三十口分のですからうちも頑張らないとそうなんです。全部売っちゃいましたっていうことじゃないんですね。売り逃げじゃないんですね。ですからあの共存共栄って言いましてはいお互いに一緒に大家さんになって頑張りましょうっていうような仕組みで <laughs>、はい、皆さんで一つの物件をまあ、はい、何口ずつか買われて。はいはい そして社長もえ何十口というものを買われて一緒にこの物件をきちっと管理していこうということですね。ですから本当にみんな皆さん同じレベルで仕事というか、えー、投資ができる同じ気持ちなんですね。すね大家さんなんですからね。それは安心度ですよね。はい、はい。まあ当然その各オーナーに支払う利率よりも多くの利益が出るようにウイングトラストとしては頑張って経営をしていくということになるわけですよね。はいはい はい、そもそもこういうシステムというか、えー、こういうあのオーナークラブというか、はい、オーナーシステムを始めるきっかけというのはどこだったんででしょううやはりそうですね若い時に私は結構投資,、まあ、お,金投資ですかお金に働かせたいというのもありましたし、うん、100万ぐらいで投資するっていったら本当に不動産の投資ってないんですよねですからそれがやっぱりあ自分もこうだったらいいなという若い時に。えー そうするとやっぱりあの幅の広い方にそういう物件も買えることになるわけですよ。一、うん、棟ホテル買うにはもう何億ってかかるわけですね。一、はい、つマンションの部屋買うんでも大変ですから。はいはい、それを考えたら、うん、本当にいいですよね。よはいはい、まあ予算に応じて一口百万円でこうやれるし、はいねはい、まあ増やそうとも途中から増やすこともできるわけですよね。はい、ただその一棟に対して分譲の口数が決まってるんですね。うん、なるほどそこを、はい またら次のお話があれば次で投資をする、はい、っていうこともできます,、ね、ですから次に要するに次の物件をまた購入する際にはその資金を投入してまたうちでまた分譲するっていう形を取りたいんですねだからみんなでやっぱり大家さんでいてで安心していたい。いや のいい方法ですね、うん、我々も一般の我々でも何か投資家になれるというね、うん、チャンスでもありますし比較的こうハードルが低く入れますしね,すね、うん、本当にみんなが幸せになるとか、はい、誰も損をしてないように見えるんですが。 やはりあの大家さんでその面倒な管理運営がないっていうことがいいと思うんですね例えば自分であの運営するって大変なんですよ結構、えー、もうなんかもう毎日がね何かねそれこそね毎日が苦難じゃないんですけれど、うん、やっぱりあのこういう競争社会ですからね、えー、それで大家さんだったらまああの運営を任せておけば安心それでまあその年間の家賃があのいただけるっていうことだったらやっぱり定期預金しておくんだったら いいのかなしかも大家さんになれて不動産の投機、うんえー、をされて安心感があるしということなんですね、まあ、そうやって本当にみんなが誰も損をしないようには見えるんですが社長としてウィング・トラストという会社を運営していく上で、はい、こう心がけてらっしゃることとか、えーえー、経営の理念とかそういったものってございますかあのまず共存共存栄、うん っていうことがまず、あのどこの会社にしても当てはまると思うんですよ。結局皆さんがいいと思わないところには、うん、やっぱり投資もしないでしょうし、うん、例えばホテルでもあの内容が悪いところって行きませんよね。そうですねやっぱりえー、だから、やっぱりお互い需要と供給のバランスもありますし、やっぱりあのお客様がいいと思うこと。えーそ,えー、それを提供したいと思いますね。うん、えー。 もう皆さんが喜ばれるようなものじゃないとやはりダメだようちだけがやっぱりあの利益があってもダメなんですよね、うん、結局私も若い時やっぱりあこんなのがあったらいいなとかね100万円の投資ができるものがあったらいいなと思って、まあ、こういう商品にまあ行き着いたんですけれど、えー、皆さんがいいと思われるものをやっぱり提供していきたいですよね。 まあそういう理念があったからこそ先ほどのその、えー、不動産オーナーズクラブですか、はい、そういうみんなで、はいえー、作り上げていこうという発想につながっていたんですかね、はいえーえー、こういうことを始めたのは他にないじゃないかなと思うんですよ普通は当期その土地のオーナーにはしないで単純に投資だけっていう話も結構あるんですけど、ねはいうん、ありますよねでもそういうのはちょっと ちょっと,ょっとあの私自身あのまあ若い時怖かったというかちょっとう我々素人からするとも怖い,い、ね、怖いなというひ、はい、言が出てきますね。ですからやっぱり安心できるものを提供したいと思いましてこういうういいクラブ、うん、という形になったんですね、ええ、最もそのまあここまで来られるのに苦労されたとこ、はい、一番ここはつらかったなってこれを乗り越えてからなんとか今あるなっていうそういう出来事とかありますか そうですね夢中でしたのでね<ー>やっぱり社員と一丸になって毎日毎日もう本当こうどうしたらまあいいのかこう試行錯誤ですねだから苦労したかなっていうのはそんなに感じなかったんですねまず何しろ目標に向かっていかなきゃいけないと思ってましたから必死にみんなで頑張ってきましたね、うん、社長として、はいえー、スタッフの方々への,そのこう心がけてることって何かありますか、はいはい、そうですね、まあ 健康であれば一番 <laughs> まずは健康ですよね。うん、それとあともう目標に向かうそのやっぱりその気持ちの強さですか。うん、えあと情報ですよね。また実際そういう不動産のお新しいホテルをこう買い取られるなり建てられるにしても、はい、その情報がないと次へ進んでいくことができないわけですよね。で,、えーえー、でまあ単純に我々素人から考えても、はい、その。 いい物件悪い物件って多分あると思うんですね、はい、投資をしても、はい、こう人が来なければ意味がないわけですし、はいはい、そういうものを見,見抜くっていうのもやはり情報の力なんでしょうかはい情報もありますねうん、うん、はい、それでやっぱりそのこの間も物件見に行ったんですけれどやっぱり設計家の先生を連れて行ったりもういろんな人のやっぱり目で見ることによってやっぱり違いますね一人の目で見るよりも本当にみんなが助け合ってそれぞれの自分の,、はい、自分の専門知識を使って で情報を集めて、はいえー、まあ結果それが投資をなさるお客様の利益にもつながるということですもんね。はいはい、そそれれが最初に言われた共共存共栄ですかということは追加の出資が必要なぐらいこの 一つの物件をいかにみんなに愛していただくかってことを考えるということですよね、はい。そうです。はい。そのためにやはり運営管理我が社の方がしっかりやっていきたいと思うんですね。もうそこまた一つのね、はい、大きなこの保証というか,かちょっと魅力的ですね。魅力ですよね。まあそんな田中社長なんですが、はい、えこれから先、はい、まあウィングトラスト含め、はいはい、え進んでいく方向というのはどちらの方向になるでしょう。やはりこの分譲をやっぱりメイン、あとホテルの運営管理をメイン。 あのまあ、両方バランスよくやっていきたいんですね。あと、ホテルも結構あのまあ、運営がちょっと困難になった。ホテルとか、うん、あとまあ古くなったところとか、そういう物件が結構出てるんですね。そういうところをですね。購入しまして、新しくリノベーションリノベーションするんですよ。うんはい、これからですね。あの我が社のそのホテルの、えー、そうですね。経営っていうのはあの。 レジャーホテルじゃなくてシティホテルでもないしビジネスホテルでもないし、うん、あの要するにそのちょうど中間ぐらいあのシティホテルホテルですと高級ですし、うん、あの料金も。 結構高いですよね、うん、でビジネスホテルっていうのは安いんですけれど、うん、あの私も泊まったりするとあの部屋が小さいしね、うん、あのお風呂もね洗面所も一緒になってこうユニットバスでこう縮まって入んなきゃいけない <laughs>、ね、そういうところってやっぱり嫌なんですよね、うん、ですから、ね、カップルだけじゃなくてあのご家族でもリーズナブルな料金で、まあ、ゆったりできるお部屋で、うん、まあ幅広く皆さんに利用、うん、されていきたいようなホテルにしていきたいんですね。うん やっぱり人間で、ね、三分の一寝てるわけでしょ、うん、ね、ですから、そういうところで。ゆったりと、こう、その日の疲れを癒してね、次の日、こう、フレッシュで。そう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 、えー、だから、やっぱり、こう、休める、ゆっくり休めて、しかも、料金が安い。えー、そういうようなホテルを目指して、はい、皆様と一緒に、こう、やっていければいい。もう、ぜひ、作っていただいてですね。もう、一 <laughs> 日も早く。<laughs> そうですよね。えー、です今日は、どうも、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。 ビジネスに役立つ玉尾の個性心理学個性心理学は生年月日から解析した人の個性を12種類の動物キャラクターで表現このコーナーでは個性心理学で出演していただいた方たちを分析しますさあこのコーナーでは私佐藤玉尾がビジネスに役立つ個性心理学を紹介しますそれでは早速見ていきたいと思います まずはドリーマーズの中村社長からです大変明るい方でしたよね、えー、中村社長は気分屋の猿競争を好まず温和で理解もありますが派手嫌いの実質主義者とも言えます堅苦しさを好まず温和な理解者が特徴の気分屋の猿元気で明るい中村社長にぴったりですね さあそしてウィングトラストの田中社長はどうでしょうか感情豊かな黒頭が良く時代を先取りするセンスも抜群ですが根はししで毅然とした態度しか取れません明るく開放的で常に若々しい理想を求めるのが感情豊かな黒ひの特徴ですひたむきで純粋に夢を追い続けた田中さんは 感情豊かな黒票の資質かもしれませんねさあ来週はどんなお話が飛び出すのでしょうかそれではまた来週さようなら